さあ今日は宇宙スピリチュアルな曲を使って練習していきたいと思います。今日は軽めにやっていきますね。はい、この高速軸作りスピンは良かったと思います。最近ちょっとね、かなり練習充実してますが、この前の日があまり良くなかったので、今日は落ち着いてあまりこう力を入れずにやっていきたいと思っています。はい、ちょっと今のはブレてしまいましたね。フライングシットスピン、これは良かったような気がします。結構フライングの高さもあったし、そしてフライングバタフライの方、これがちょっと姿勢が高かったのでシットスピンとして認められない可能性が高いですね。ハテナマークがつきちゃいます。バタフライからのキャメル、今日はこのスピンもちょっとスピードというか変な感じになってるんでちょっと笑っちゃいますね。でその後もなんか笑っちゃいました。はい、キャメルスピンの足換え、はい、まあこれもくしゃくしゃのドーナツっていう感じですよね。失敗したドーナツっていう感じです。足を変えた後の姿勢は昨日よりはマシになった気はしますが、なんかちょっとまあ納得いかないですね。納得いかない。はい、サイドベイズ、ヘアカッター、髪はありませんけど、はい、さあこれ最近コンビネーションスピンはいいですよ。コンビネーションスピンは結構納得いくものが多い。ただ今のちょっと Y 字持っていくとき、腰がなんかねえ、ちょっとなんかへっぴりしてましたね。ダブルアクセル良かったですね。そっからすぐにサイドベイズ、ヘアカッター、ちょっと足上がってませんけど、それでまあ振り付けの通りにやっていきたいと思います。こんな感じで、はい、まあこのサルコーなんです。サルコーはやりませんね。はい、普通の入り方からのダブルアクセル、微妙ですね。ちょっと今日はね、全体的にちょっと微妙かなと思います。トリプルトーループが、これ2フット、もう一回やります。トリプルトーループ、ダブルトーループですね。これはまあ丸くはなかったって感じはします。トリプルループ、これもそうですね。さあトリプルフリップ、ちょっと変な方向に行ってしまう。もう一回トリプルフリップ、トリプルトーループ、もう一丁おまけにダブルトーループ、はい、そして最後トリプルルッツ、やっぱり踏み切りがダメですね。はい、もう一回トリプルルッツ、もう一回踏み切りちょっと意識して、はい、こんな感じです。まあ、最後は悪くはなかったとは思いますが、ちょっと踏み切りがまだ微妙かなと思います。はい。